ちは、まゆずみふゆこです。今日はアイグラさんの撮影です。初めてのピンナップなのでドキドキです。小悪魔テンプテーションです。可愛い中にピリッとスパイスが効いてて、普段はあんまりしないような雰囲気なんですよ。どんな仕上がりになるかは、雑誌を買ってのお楽しみです。すっごく可愛いです。ちょっと甘辛系で、普段着る服とテイストが違ってて、冬に似合うかなって不安だったんですけど、どうですか？似合いますか？ありがとうございます。髪もふわふわに巻いてもらって可愛くて、普段もこんな風にしようかななんて思っちゃいます。あ、撮影が始まります。冬、行ってきますね。やだ、そんなことないですよ。あ、でもでも、小悪魔な女の子には憧れちゃいます。男の子を手玉に取ったり、思わせぶりにしちゃったりなんて、冬には難しそうです。衣装に優しいスタッフさんやカメラマンさんのおかげで楽しく撮影できました。この楽しい気持ち、きっと紙面にも溢れてるかなって思います。小悪魔な冬の新しい一面がいっぱいです。アイグラ12月号、ぜひ皆さんお手に取ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。見てわかんない？ツイスタよ、ツイスタ。今日、雑誌の発売日でしょ？どんな感じの評判か、冬の名前で検索してるの。うん、安心しなさい。いいねなんて残さないで、ちゃんとスクショしてるから。何よ、当然じゃない。市場調査は大事でしょ？商売なんだから。ちゃんと話題になってるか調べなきゃ。それも当然、
分かってんに決まってんでしょ。しっかりやってもらわなきゃ困るわよ。でも冬自身が評判を見るのも大事じゃない。世間に冬がどう思われてるかって。分かってるわよ。何心配してんだか。だいたい狙い通りの反応ね。ほら、あんたも見てみなさいよ。当然よね。いいこと言うじゃない。そんな感じの他にもあるでしょ。いいじゃない。ほらもっと冬を褒めたたえる言葉を読み上げなさい。あんたの口から聞く方が気分がいいのよ。アイドルの精神衛生管理も仕事でしょ。ほら、まだ終わりなんて言ってないでしょ。もっともっと冬の可愛さを称賛する言葉をよこしなさい。ったく、分かってないわよね。冬はかっこいいんじゃなくて可愛いの。そこのとこ考えてよね。かっこいいの方ばっか言うのよ。全然不本意だけど。あんたは冬のプロデューサーだし、真逆のことをするからギャップで可愛さが引き立つこともあるかもだし。しょうがないから、あんたの計画に乗ってあげる。感謝しなさい。あんた今何見たの？どれ見てたのよ。これ書いたやつ大正解じゃない。冬はね、こいつの言う通り性格が悪いの。そんなの分かりきってるわよ。性格悪そうって思われてるなら思わせとけばいいわ。性格悪いとこ冬は絶対見せてやんないから。作り物みたいにキラキラで完璧なアイドル、冬は最後までそれしか見せてやんないんだからね。だからあんたも協力してよね。ねえ、手貸して。だから手貸してって言ってんじゃない。ほら、冬の
握手会に来てくれて嬉しいです。はい、何ですか？あんた本当にアドリブ力ないわね。どう見たってこれアイドルの握手会でしょ。あんたも少しはファンらしくしなさいよ。そう、質問のパターンとかいろいろ予想はしてるんだけどね、一人で考えるにも限界があるじゃない。だから他の人の発想も参考にしようと思って。そういうこと。じゃあ改めて聞きたいことがあったら何でも聞いてください。そうですね、甘いケーキやクリームいっぱいのパンケーキ、あ、最近はタピオカも好きです。友達に教えてもらったお店、いちごラテのが美味しくて。お兄さんも美味しいものを知ってたら教えてほしいです。あ、何よその顔。顔全体に何でもなくないって書いてあんのよ。言いたいことがあるなら言いなさい。食べるかって言ったのはそっちじゃない。あんたの前で可愛こぶったって意味ないじゃない。このバカプロデューサー。また?なーにそれ。プロデューサーなんだからアイドルのことを知るのも仕事でしょ。わからないことはないとか、なんかストーカーっぽいわね。そんな大口叩くならいいわ。今からクイズ出してあげる。冬の誕生日や血液型、冬のことを知ってるなんて言うならちゃんと答えられるわよね。負けたら罰ゲームだからね。じゃあ第1問。私の方も見てくれましたか？どんなところがですか？はい、どんなところが良かったですか？それはもう聞きました。褒める構えで来たならちゃんと褒めなさいよ。やるわけないでしょ。ありがとうございますってちゃんと答えてるわよ。
仕方ないわね。あんた、次やるときはもっとちゃんと冬を褒める言葉をたっぷり準備しときなさいよね。ええ、すぐ暗くなっちゃうのよね。大丈夫よ。どっちもあんたが心配しない程度には気をつけてるわ。それに冬、寒いのには強い方なの。今だってちょうどいいくらい。大丈夫だってば。あんた、余計な心配してばっかね。秋が終わる音ね。冬ね。冬が好きなの。あ、別にギャグとか言ってるわけじゃないから。ならいいけど。確かに冬って何かとバタバタしがちだし、乾燥ひどくなるから保湿も大変だけど、冬好みの重ね着したコーデができるじゃない。それに冬ってウォームカラーも好きなのよね。あとイルミネーション、キラキラしてて綺麗でしょ。冬になるといろんなとこで見られるから、それも好き。それに冬って それもいいところね。この辺りでもたまに積もることあるじゃない。小さい頃なんかそれが嬉しくて、朝から親が止めるのも聞かないで家を飛び出してたわ。あ、今何考えてるか当ててあげる。冬子にもそんな頃があったんだなぁ。でしょ。図星ね。冬にも純粋な頃があったってことよ。でも今は、雪が降ってるところを見る方が好きかも。そう、地面に落ちる前の真っ白な雪、手に乗せたら一瞬で溶けちゃって、本当にそこにいたのかも分かんないような。綺麗なものは儚いんだって、そう言ってくれてるみたいで。今年も降るといいな、雪。あんたね、この流れでどうしてそういう。あ、まあいいわ。あんたに期待した冬がバカだった。さあね。ああ、あんたが食べ物の話なんかするから、
なんかお腹空いてきちゃった。ねえ、なんかないの？まあ、それもいっか。ほら、行くわよ。早くしないと置いてっちゃうから。バカ、好きなところの話をしてるのに、なんで寂しいなんて言葉が出てくるのよ。何それ、なんかぼっちの発想って感じね。でも分かんなくもないかも。みんなうつむいてて、無表情で、寒そうで、みんな同じで、はあ、ねえ、上着貸して。さっき寒いなら貸すって言ったじゃない。ほーら、さっさと脱ぐ。高い、うん、寂しくない。すごいわね、世界ツアーだって。バンド結成以来の悲願、ここに達成か。この人たちを、この人たちの夢をずっと応援し続けた人がいるってことよね。ああ、これ冬もちょっと気になってるのよね。ええ、アニメに漫画、ゲームに映画に、ドラマに音楽。今ってさ、追っかけきれないくらい面白いものがあって、しかもスマホがあれば簡単に見れちゃうじゃない。最新のとかも見られるし、便利よね。それに比べて、アイドルの応援って大変よね。現場まで行かないといけないし、お金もかかるし。あと、グッズが欲しけりゃ朝一番から並んで、っていうかそもそもチケットも取れなかったりして。冬だってアニメのイベント、チケット取れなくてブチギレたことあるし。なんなのよ、ほんとご用意しなさいよ。でもさ、いざ冬がそうやっていろんな大変なことをしてもらう側の立場になると、本当に冬にそんな価値があるのかなって思っちゃう。頑張ってチケット取ってもらって、お金使ってもらって、現場まで来てもらって、それで冬を見て苦労は無駄じゃなかったってそう思ってもらえてるのかな。こんなにいっぱい
楽しいものがある中でなんて考えちゃってた。もしかして本当に冬なんかがアイドルでいいんでしょうか。なんてへこんでると思った？安心しなさい、へこんでなんかないわ。むしろその逆、気合入れなきゃって思ったの。たった一人でも冬を応援してくれる人がいる限り、冬を応援しててよかったってそう思ってもらいたい。そう思ってもらえるアイドルでありたい。バーカ、何人ごとみたいに言ってるのよ。あんたもだからね、プロデューサー。冬を選んでよかったってそう思わせてやんの。あんたは冬の一番最初のファンなんだからね。